余裕のないえちゃん可愛い、ひらっちかわいい、ありがとうございます。さっき大富豪してた、そうそうしてたんですよ。今日1時間ぐらいしたんですけど、1時間やって、一番最後に絵直しの方と会いました。ね、そう、全然いなくてびっくりした。いや、だからみんなやってないのかなと思ってたの。ほんと？ありがとうございます。じゃあ絵直しだしでみんな戦って仲良くなってください。コロスケハートありがとう。マーコポンかわいい、ありがとうございます。ということで今日は新しいボード書きをしたいと思います。ちエイジさん1200コバ、現場監督クマ、哲也さんかわいい、ライコーさんバラ、ありがとうございます。ちょ、このよし、書いていこうと思う。なんか寂しい、この後ろが何もなくて。違うわ、お絵かきじゃない。クロミンさんハートありがとうございます。なんだっけ、何書くって言ったっけ。あ、高校2年ですね、今は。やばい、字下手くそ。そう、自己紹介を書きます。留年してないっすよ。あ、マジックの音嫌い、ごそれはごめん。これで貼ります、紙を。そう、今回は紙に書いてます。何かこう、今日の字の調子。綺麗な字、ありがとう。クロポンハート、メロディーレンさん可愛い、ありがとうございます。なんかね、なんかシャーペンが苦手なんですよね。ね、そう、え、右上がりの字なんですよ、絶対全部上がっちゃうんですよ。まあ気にせず。ヘッポコータさんバラ、ありがとうございます。何がいいかな。急にかすれる。え、そう、習字でやってた。
文字書くときめっちゃ口開いちゃうんだよね、気のせい。ね、自分の字書くの嫌いなんですよ。自分の漢字がね書けないんですよ。クロポンだるま、ゲーム監督かわいい、エチゴバータ、音符ありがとうございます。なんかねうまく書けないんですよ自分の字は一生。そうひらがなも苦手。漢字、漢字も得意じゃないけど、本当書いてる時の横顔特技、好みか特技。ありがとうございます。英語はうん、なんか英語の丸文字が書きたくて書こうとしたけどなんか難しくて無理。カミングフレーバーってどこに書いたら綺麗ですか。キュッキュン九世の横だよね絶対。ここですよね。かやちゃんバラありがとうございます。トゥトゥトゥン、オッケー。カタカナ書けるかな。できた。よし完成。キミエみたいなの書けん。あれはキミちゃんしか書けん。あ、アンドいった。うさぎ書いてほしい。書くね、うさぎ。どうやって書くっけ。いい感じ。うまくない今日。ゆうすけハートシアスプラッシュはいいね、ありがとうございます。今日は調子がいい日、寝こりたいと思います。何がいいかな。ちょとりあえず今日はこれでいきますね。ちょっと次までに進化させたくね。マスキングテープで撮ります。これはもらいました、お菓子の柄のマステです。うまく切れなかった。まあいっか、よいしょ、ここらへん。あ、よいしょ完成。いい感じ。グーグー、そう安定ですね。そうです公認に進化。え、どういうこと。あ、そういうことか。一回書き直すからって思っちゃうから。
本当だよね、映画で見えよね、こんな人が。絶対大型だよね。ここら辺ですね。斜めってる。まあいい感じ。これまっすぐ？そう、破いちゃった。うん、いいや。まあ誤差ということでこれぐらいは。そうだよ、 JK2 だよ、エナは。よし、完成。暑い。ハロさん、かわいい。クロポンハート、ありがとうございます。ということで今日もなんかお菓子持ってきました。たたらーん。ということで今日はお姉ちゃんが作ったガトーショコラです。なんか作ってくれた、食べます。うん、うんふんふんふん、うん、おいしい、おいしいですね。今日も今日も幸せですね。フライパンハートありがとうございます。俺にハグは絶対にしません。ライコーさん、うま、ありがとうございます。なんかだってエナが昨日抹茶クッキーあげたから、まあその返しということで。ヤマシーさん、バラありがとうございます。え、飲み物ありますよ、一応もらったママがくれた。しかもちゃんと紅茶が入ってるっていう、嬉しいですね。金柑さん、かわいい、ありがとうございます。あ、本当は今日いつもよりかわいい、ありがとう。そう、姉たんは抹茶クッキー食べてた。めっちゃもこもこ。うん、えな抹茶クッキーが優勝です。うなぎさん、ハートありがとうございます。優勝です。めっちゃ声もこもこしてるじゃないですか。そう、もこもこの絵、なんかこれジェラピケの服をいただいたんですけど、あの本当に今日は頑張って着てるんですよ、エナは。頑張って着てる。もう貧乏症からエナは抜け出そうということで、ママと一緒に貧乏症をね、一緒に抜け出そうっていう頑張り、今はキャンペーンをしてるんです、ママとね。でエナはなんか本当にもったいないの、こういう高いものをいただくなんて。あ、もったいないって思っちゃう人だから、なんか取っとくタイプの人なんですよ、こういうのをね。でもそういうのはダメだよねっていう話を昨日してて、あ、ちゃんと着た方がこういうのはいいんだよみたいな、そう、着ない方がもったいないっていう話になって、もったいないって思っちゃうけど、なんか難しいの。
そう、なんかいただいたものへの取っとく癖があって、だからちゃんと着たいと思います。そう、パパとお姉ちゃんはすぐにそういうもらったものをどんどん着る方で、えなとママはそうやって取っといちゃう人。てつやさん、バラありがとうございます。あとね、今日下の短パンはね、あのダサいから見せれん。高いもの着て感想、高いものめっちゃいい。ライコさん、だるまありがとうございます。もう本当に良い、あのね、めっちゃね、肌心地がいいんですよ。もう素晴らしいって感じなんだけど、なんかね、全然違うよやっぱり。ライコさん、オープンありがとうございます。なんかね、寝るとね嬉しくなる。めんたけさん、ハート。水産かまるちゃん、バラアンドハート、ありがとうございます。今日もあっという間にね、時間が過ぎていきまして、えのは、今日もお昼からきみちゃんとなやんと電話をして、ご飯を食べて寝るって生活。現場監督、バラありがとうございます。そう、島作りに夢中になってたら、あの映画見るの忘れてた。現場監督、トータありがとうございます。そうだから明日着ようと思って。エナタンは確か南半球、あの日本と一緒の方、どっちだっけ、それが全然覚えらん。確か南半球、北だっけ、日本って何半球ですか。あ、日本北、あ、また同じ間違いした。じゃあ北です。なんかこの前もなんか、そう、タランチュラ島に行きたくて、のは調べてたんです。で、日本って南だよねって話をしたのを思い出した。北半球でした。いちごパワーたん、黄色のだるまありがとうございます。そう、なんか南半球か北半球かどっちか選べて、で、あの北半球だよみたいな。世界地図見たことあるし、地球儀も思いっきりお家にあります。社会の教科書も家にあります、いっぱい。うん、地理はないかも。原写だな。あ、なるほど、上が北ね。うん、日本は上だね。いやね、世界地図全く分かんない人なんですよ。なんか日本の裏側にブラジルがあるってぐらいしか分かんない。現場監督、ハートありがとうございます。な、日本地図なら完璧なの。日本地図ならいけるね。あ、いいじゃん、北海道の北半球完璧、もうこれでいけるね。日本地図なら描ける。愛知の隣はこっちが三重で、こっちが静岡で、上が岐阜。完璧。北海道ってどういう形してる？ちょっと無理だ。
どうやって書いたら分かりやすいんだろう。星型ってどういう形？青森県の形はだいたいいける。あ、いけるいけるいける。こうなっててこうなってるやん。あ、間違えた。こうなってて、あ、でもこんな出っ張ってないな。難しいな。はい、こんな感じ。え、ほらでしょ、ほら、はい、綺麗。もう本当に恩義なわけはここらへん、ここらへん。なんかここら辺にもありますよね。なんかもう一個ここら辺になんか島みたいな。千葉県の形は難しいね。こういう形、はい、大雑把に描くとこんな感じでしょ。無理だな。こういう形し、びっくりした、びっくり。愛知県は無理。よいしょ。愛知県はどういう形してるっけ。むずいな。あ、間違えた。まあ、いいか。ダメだよな、そんな間違いは許されない。え、でもなんかイメージこんな。ほらね、そうだよね。あ、ここをつなげなきゃいけないのか。こうか。あ、ほら、いい感じじゃない。ということで、えな、日本地図なら描けるということで。何、半島の名前って。知多半島みたいなのがあるでしょ。っていうのしかわかんない。渥美半島。目が乾燥した。なんで、何
何天才な、やっぱり知ってた知ってた。ということでランキングを読みます。13位クロポン、推しが可愛すぎる、ありがとうございます。12位水酸化マルちゃん、エナタン不足、ありがとうございます。イエイ。10位アリタン丸、飛ばしたよね。11位てつやさん、エナタンに早く会いたい、ありがとうございます。10位アリタン丸、ありがとう。9位ライコーさん、ありがとうございます。8位かよアットエナタン不足、ありがとうございます。7位アキラアツ台湾、ありがとう。6位ちゃんのりさん、ありがとうございます。5位新発プラシワン、今日も配信ありがとう、ありがとうね。4位エチゴパワー、ありがとうございます。3位スギくん、ズッキュン不足で出来し中、出来しって何やっけ。3位ありがとうございます。2位ゆめちからさん、ありがとうございます。1位現場監督、エナタもはや天才、当たり前やそんな、ありがとうございます。あ、瀕死って読むの、これ歴史じゃないの、瀕死って何、またかん、あすごいことになっちゃった。あのね、そういうのはね、絵のにはね、ひらがなで書いてもらわないとねダメなんですよ。絵なの漢字の弱さを知ってるなら頑張ってください。瀕死ね。オッケー。一個学んだわ。本当だよ。天才なのにどうしちゃったんだろう。天才という天才が剥がれてしまう。ねえ本当にこれ粘着弱いのかな、もう持つわ。はい、じゃこれで写真を撮ります。難しいな。はい、みんなこれで覚えてください。髪の毛は引っかかるよ。髪の毛ボサボサになった。あ、撮った？ほんと？え、そう、最近ね、なんか舌出しちゃうんですよ、癖。はい、これだけでもどうぞ。エナの、ということで、ちょっと綺麗に描けたらいいなと思いますね。みんなありがとうございました。今日はまたね。バイバイ。しゃっくり、しゃっくりか。まったねー、あと10秒。バイバイ。